ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は吸血鬼についてを解説していくぜ。吸血鬼って中二病の憧れよね。ラインナップは吸血鬼の伝承や7人の最強すぎる吸血鬼紹介だ。え？吸血鬼って実在するの？それについても詳しく語っていくから。ぜひ一緒に最後まで見ましょう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず吸血鬼とは元来、生き返った死者やグールの類のことだったんだ。19世紀に入ると、吸血鬼を冠した文学作品の題材となった影響から、悪魔や死神と並ぶ創作の中の魔物の一つとして人気となったんだ。ふんふん。特に貴族めいた装束、立ち居振る舞いといった、夜の帝王というイメージで語られることが多く、作家ブラム・ストーカーが1897年に書いた、吸血鬼ドラキュラは特に有名だ。なんせ、この作品が現代までの吸血鬼の属性を決定づけたと言われているんだ。ちょっと待って、吸血鬼って現実に存在しないの？ちょっと、かわいそうなものを見るような目で見ないでよ。冒頭では実在するような言い方してたじゃない。結論から言うと、吸血鬼は民間伝承や創作物から広まったんだ。ってことは実在しないの？ただ火のないところに煙は立たないように、吸血鬼みたいな伝承は世界各地で残されているから、実在している可能性もあるし、後に紹介するが、国家から吸血鬼認定された男も存在する。マジで？ちなみに吸血鬼といえばドラキュラを連想するが、厳密には、吸血鬼の開祖じゃないんだ。じゃあ吸血鬼の始祖って誰？1819年に発表されたジョン・ポリドリ作、吸血鬼カッコザ・ヴァンパイアという小説に登場する、吸血鬼ルス文教というのが有力だぜ。教ってことは、創作の世界では最初から吸血鬼は貴族だったのね。この貴族的地位の影響からか、吸血鬼は他の夜に属する魔物、狼男やグールなどの支配者として、扱われている場合も多いんだ。そうだったのね。その後、20世紀に入ると吸血鬼は銀幕デビューを飾るんだ。ムービースターへの仲間入りね。狼男やミイラ男といった英雄的キャラクターも次々と銀幕デビューを果たしていったんだ。ここまでが吸血鬼の起源とイメージについてだ。本から映画を経て話題になっていったということね。続いては、吸血鬼ヴァンパイアの特徴について紹介していくぜ。その1、日光に弱い。これは定番ね。ただ大抵は灰になって死ぬが、苦手なだけで死なないケースもあるんだ。ドラキュラなどはその典型例で、力は弱くなるが普通に昼間に出歩くことができたりするんだぜ。そんなケースもあるの？ああ。中には火の光が平気な吸血鬼、デイウォーカーも存在するんだぜ。マジか、弱点ないじゃない。でもなんで日光に弱いの？元来、吸血鬼の正体と思われるのが、夜行性の獣などだったことから、人目を避けて活動する夜の魔物と、考えられていたからだろうな。ふむふむ。なお、吸血鬼に限らず魔物の類が、朝になると消え去る話も典型の一つだな。ちなみにかの有名なドラキュラ伯爵には、特にそういう弱点はないとされているぜ。その2、銀の弾丸や十字架に弱い。銀の弾丸や十字架に宿るとされる聖なる力に弱いとされて、不死身に近い吸血鬼を葬る、唯一の手段とされることもあるんだ。これも有名よね。ああ。ただ十字架に関しては結構微妙なんだ。え？キリスト教、アーフ教して。それなら十字架が吸血鬼に効くって設定にしましょうよ。さすがに無理あるんじゃね？大丈夫っすよ。あいつら悪魔みたいなもんだから、光属性の十字架は効果抜群っすよ。超ざっくり言うとこんな感じで広まったともされているが、実は十字架は効果ない説もあるんだ。なんじゃそりゃ。その3、ニンニクの匂いに弱い。これ絶対嘘でしょ。ところがニンニクはエジプトでは広く悪に対して効果があるとされている。また強い匂いを放つニンニクの類は、吸血鬼の正体の一つである鳥獣除けにも効果があるんだぜ。そういう理由があったのね。ちなみにニンニクには強い殺菌作用もあることで知られているので、感染の理由をイルストーに求めても、それなりに説得力を保てる面もあるんだ。確かに吸血鬼に噛まれると吸血鬼になるとかって、ウイルスみたいね。その4、食いで心臓を打たれると死ぬ。そんなん吸血鬼でなくても死ぬわよ。それはそうだが、むしろこうでもしないと死なないと言った方が正確だろうな。そういうことね。要するに、弱点というより吸血鬼を滅ぼせる特別な手段と言った方がいいな。また食いを抜くと復活するぜ。刺さった状態のまま死体を焼き尽くしたり、太陽に当てて灰にする必要があるんだ。なかなかにめんどくさいわね。その後、水や湧水に弱い。悪魔の実の能力者かよ。水には清めの力があると考えられている。特に祈祷等によって力が込められた聖水が効果的だ。雨に触れただけで息消沈するという場合もあるんだ。弱すぎじゃない？その6、火に弱い。元が人間なら、吸血鬼に限らず似たような怪物は大抵そうでしょう。火を克服する怪物はそういないし、キリスト教的にも火葬は有効なんだ。キリスト教では最後の審判で死者は蘇るという設定だから火葬は NG。だからこそだ。吸血鬼になり果てるなど、汚れた存在は焼却されるという罰の意味もあったことからの発想だ。邪悪なものを火で滅するということね。
その7、異常に発達した剣士。これは弱点というよりも普通の特徴ね。その8、眷属にコウモリや不浄の獣がいる。吸血鬼自身もコウモリに化けるってよく聞くわね。その9、鏡に映らない。超常現象っぽい特徴ね。その10、招かれていない家には入れない。何それ？悪魔的な側面を持つとされている吸血鬼は悪魔たちと同じく、住民に許可をもらわなければ建物に入ることはできない。当然、神の言葉で守られた教会や聖域なんかにも入れないんだ。なんじゃそりゃ。こうして見ると弱点や特徴が多いわね。これだけ多かったら倒すのは簡単じゃない？まあそう思うのも無理はないぜ。実際はそれらを加味してなお、人間にとって脅威となるスペックを持っている。そこが吸血鬼の恐ろしさに拍車をかけているんだろうな。確かに弱点がなかったら勝ち目なさそうだしね。じゃあ続いて、創作物としての吸血鬼の代表例を7人紹介するぜ。この7人によって私たちがよく知る吸血鬼のイメージが固まったと言っても過言じゃないんだ。ほほう。一人目はラキア・コーブラド3世だ。彼の有名なドラキュラ伯爵のモデルの一人ともされている人物だ。本当に吸血鬼だったの？いや、ブラド自体は吸血鬼要素ゼロだ。彼は15世紀のルーマニア南部ワラキア公国を治めていた貴族だぜ。大国の狭間にあって、領土を守るべくアッキラ説と化したたかった暴君にして守護者なんだ。英雄じゃない。ただあだ名はペペッシュ、クシザシ公、ドラキュラ固有公、小悪魔公と呼ばれていたぜ。公国の守護者がなんで怪物のモデルとされた人物になったの？そもそもドラキュラという名前は、ブラドの父の衣装、ドラクル公に端を発するんだ。そうなの？ドラクルとはルーマニア語で、ドラゴンの絵であり、ドラクル公の息子であることから。ブラド自身もドラクルに眷属を暗示するドラクレア、すなわち英訳でドラキュラと呼ばれるようになったんだ。ただドラゴンはキリスト教においては魔王サタンの象徴なんだ。悪とドラゴンは同一視されていたのね。それゆえに悪魔公という後ろ暗いイメージも付きまとったことが公正。ブラドを悪魔的な怪人、残虐非道な独裁者といった、過剰なマイナスイメージを捏造させる結果を生んでしまう。とんでもない風評被害ね。一応ドラキュラ伯爵の生みの親である作家、ブラムストーカーは、吸血鬼ドラキュライコールブラド三世とは言っていないけどな。え？そうなの？あくまで串刺し公の伝説と、スラブ民族に伝わる吸血鬼ヴァンピールや、アイルランドの吸血鬼伝説などと結びつけたものがブラムの吸血鬼ドラキュラ伯爵で、ブラドが変質したものではないんだ。あくまでもモデルの一人でしかないってことだ。そういえばモデルが公爵だとしたら、伯爵って降格しているのも変ね。ただブラドイコール吸血鬼と結びつけている作品は多いけどな。二人目エリザベス・バートリー。今度は美少女なのね。150年にハンガリーの名門と謳われるバートリ家に生まれるが、エリザベスは自身の美しさを維持するために、人の一致を用いたという史上名高い連続殺人者だ。え？何それ怖。言葉巧みに誘い込んだ700人もの娘を殺し、その血で湯浴みをしたという逸話もある。ひえ？最終的にその悪霊が露見し、光のない密閉された塔の中で、発狂しながら死に絶えたんだ。随分強烈な女ね。この衝撃的なエピソードから、創作作品のキャラクターのモチーフとして採用されがちで、乙女の一致を欲した姿から女吸血鬼といった扱いをされるようになるんだ。吸血鬼より怖いんだけど、3人目アルノルト・パウル。奇妙な方法で吸血鬼になった国家公認の男、アルノルト・パウルだ。国家公認？先に紹介した二人とは異なり、パウルは死後の異変によって、吸血鬼と呼ばれた男なんだぜ。死後？パウルが吸血鬼になったのが1722年頃で、彼の事件が最終的に収束したのが1731年だとされている。死後の間に何があったの？まず最初の事件はパウルの吸血鬼化から死までだ。吸血鬼に襲われたパウルは、自分も吸血鬼にならないよう、ある気功をしたんだ。気功？吸血鬼の墓の土を食べ、血を体に塗ったんだ。本当に気功じゃない。しかしこの行動が功を奏したのか、パウルは吸血鬼にならず、普通の人として亡くなった。ハッピーエンド？事件はそれから約1ヶ月後、死んだはずのパウルに村人や家畜が襲われ始めたんだ。嘘でしょ。村人と衛兵たちはパウルの墓を掘り起こし、遺体を確認したら、なんと死体は新鮮そのもの。さらに口からは新鮮な血までついてるおまけ付きだぜ。怖っ。伝承にある吸血鬼の特徴と一致していることを知った村人たちは、吸血鬼対策に従いパウルの心臓に杭を打ち込んだんだ。なんと彼は苦しげな声を上げながら、全身から血を吹き出したんだ。本当に生き返っていたの？その後に彼の遺体は火葬され、遺灰は川に流されたんだが、まだあるの？これで一件落着したと思われたパウル事件だが、第二の事件が発生した。5年後の1731年、パウルが吸血した家畜の肉を食べた村人たちが次々と亡くなった。ホラーじゃない。そして村人たちが国に調査の要請を行い、遺体を複数の分離が検視したんだ。結果どうだったの？死後1ヶ月以上経過しているにもかかわらず、腐敗していないなど、
パウルの遺体と一致する状態が全員に見られ、軍医はこれを吸血鬼化している状態だと断定した。マジか。この12名の遺体は地元のジプシーによって首を切断、火葬の後に遺灰は川に流され、これによって一連の、パウル事件は収束。最終的に国はパウルを吸血鬼だと認定した。そりゃこんなことがあったら、吸血鬼だと認定したくもなるわ。4人目ルス文教。さっき紹介した吸血鬼の始祖とも呼ばれるルス文教だぜ。民間伝承の吸血鬼がグールのような化け物なのに対してルス文教は、現在まで続く吸血鬼イメージを確立した吸血鬼なんだ。というと、夜会服に身を包む高貴な貴族、色白で男すらを魅了する美形、目は死人のように冷たく、睨まれると恐怖に陥る。美女の一致を好み、首筋から血を吸う。力が強いという設定を初めて持ち込み、吸血鬼らしい弱点はないが、耐久力は人間と同じ、ただ死んでも月光を浴びれば復活する。以上の設定が盛り込まれた吸血鬼なんだ。吸血鬼と言われると思い描く姿そのものね。5人目カーミラ。次はどんな恐ろしい吸血鬼なのかしら。恐ろしいのは恐ろしいんだが、今度のはベクトルが違うんだ。どういうこと？カーミラはアイルランド人作家のジョゼフ・シェリダン・レ・ファニョが、1872年に表した怪奇小説及び作中の登場人物の名前だ。その物語でカーミラは家柄の良いとても美しい少女として描かれる。全然吸血鬼要素ないじゃない。ローラという女の子がカーミラを助けるんだが、ローラの周りでは不可解な出来事が起き始める。あ、もしかして、そう、カーミラがいろいろやらかしていたっていうオチだ。可憐な霊嬢を狙う美貌の女吸血鬼という設定は、女性の吸血鬼が少ない当時としては非常に珍しく、ただ恐ろしい怪物だった、それまでの吸血鬼にはない魅力を持っていたんだ。なるほど。6人目ラミア。ラミアはこれまでの吸血鬼とは一風変わっている。ルス文よりはるか以前、吸血鬼の元祖の元祖とも言える存在だ。元祖の元祖。ラミアはギリシア神話に登場する古代リビュアの女性だ。これは意外ね、神話の登場人物なの？だが、ゼウスの愛人だったため妻のヘラによって子供を失い、その苦悩のあまり他人の子を殺す女怪と化したんだ。浮気の報復って怖いわね。ラミアは古くから子供が恐怖するなとして、しつけの場で用いられ、後の時代には、新鮮で純粋な血を持つ美青年を誘惑して、性の虜にした後これを喰らう。悪霊の代名詞の一つに使われたんだ。サキュバスに近い？大体合ってるぜ。ラミアは美青年を襲う際に、血と精液を吸い尽くすんだ。このことからラミアは、血を吸うためヴァンパイアと比喩されるようになったんだ。なるほど。7人目テッサリアの吸血巫女。ラミア同様、古代ギリシャの時代には、テッサリアの巫女と呼ばれる吸血の巫女たちがいたんだ。巫女なのに吸血鬼なの？テッサリアの巫女は女神ヘカテを祀る巫女であり、その儀式において死者の血を飲むんだ。うわ、肝。その儀式はとてもおぞましいの一言だ。聞きたくないけど、それってどんなの？亡くなったばかりの少年の死体を儀式場に横たえると、狼の血と乳、メス羊の腹の中の胎児の血などで、出来た液体を少年の死体に塗りたくり、生きた蛇の鞭で打ち続け、死体が動き出すと、少年の死体から心臓を取り出し血を飲むんだぜ。うえ？なぜこのような儀式を行うのかというと、巫女たちが使える女神ヘカテとは月と魔術を司り、豊穣や出産、清めや食材を司る冥界の女神だったからだ。つまりヘカテは生と死を司る夜の女神であり、悪夢と狂気の原因ともされている。そんなヤバい神を鎮めるため、ヤバい儀式をする必要があるってわけだ。そういうものなの？有名な吸血鬼紹介は以上なわけだが。どうしたんだ霊夢。結局吸血鬼は実在したの？難しいな。3人目に紹介したアルノルト・パウルは実在の人物だが、大半はフィクションや民間伝承が多い。民間伝承ってのが気になるわね。なんでそんなのが各地にあるの？その答えは吸血鬼伝承がある地域にあると思ってるぜ。伝承の起源はチェコやルーマニアなどの東欧の国からなんだ。で、これらの地域の大半は土葬がメインなんだよ。それと伝承がどう関係あるの？大いにあるぜ。というのも昔は医学が未発達だっただろ？すると死亡判定が難しいから、昏睡状態の病人を死んだと誤診して埋葬してしまってたんだ。なんと、このうちの幾人かは、棺桶の中で蘇ってしまうんだ。そんなことあるのね。墓の中から音がする怪談は大昔からあるが、これは実際に死んでいなかった人間が、墓の中で暴れている音なんだぜ。はい、こうしたことが積み重なり、人々の間に死んだ人間が蘇る。恨みのある人は死ねないなどの概念が定着していったんだ。ふむ、そういった考えが生まれてしまうのも頷けるわね。このことに恐怖した東欧の一部の地域では、死んだ人間の墓を掘り返し、心臓に杭を打ち、首を切り落として再び埋葬する風習が実在したんだ。へえ、あとは吸血鬼イコール狂犬病説も有力だな。狂犬病の症状は知覚過敏、匂いが強いニンニクや光が嫌い、凶暴になるなど、吸血鬼に近いものがある。確かに吸血行為って狂犬みたいね。このように、原因を探ればなんてことのないことでも、
科学的な知識、常識が十分でない過去の人々にとっては、吸血鬼の恐怖は紛れもない現実だったんだ。得体の知れない恐怖とイコールだったのね。ちなみに日本ではどうなの？日本では仏教の影響により血に対するタブーがあるため、怪談に登場する妖怪の多くは血ではなく精気を吸う、あるいは肉や骨も食らうとされている伝承が多く、血だけを吸う妖怪は稀なんだ。へえ。日本の伝説に登場し、吸血を行う妖怪の中では、磯女と比縁魔などが有名だな。磯女は日本の九州地方の海辺に出没するという女妖怪だ。大変美しい姿をしていて、彼女は極低馬琴の南宋里見八犬伝に登場する、千虫という悪女にも影響を与えてるんだぜ。ふむふむ、磯姫、海姫などとも呼ばれるこの女怪は、長く黒い髪を持つとても美しい女性の姿で現れ、その美しさと声で漁師たちを魅了し、招き寄せられた犠牲者の血を吸い尽くしてしまうんだ。怖っ。比縁魔は夜な夜な現れては男の精気を吸い取り、ついには取り殺すという吸血鬼だ。美貌で男を惑わす妖怪であり、その吸血行為は男の財産を吸い上げる悪女の隠喩でもあるんだ。なんかサキュバスと近いわね。吸血鬼の吸血も官能的に書かれることもあるし、この辺は共通する部分があるのかもな。実は現在でも自身を吸血鬼と呼んでいる人は存在しているんだ。え？例えば米ペンシルベニア州イルクスバリに住むジュリア・ケイプルスさんは、ファーストキスを経験した15歳の時、同時に血を吸いたいという欲求に目覚め始め、当時のボーイフレンドの唇を噛み、その血の味を堪能したんだ。うわぁ、以来30年にわたり、誰かの血を吸わずにはいられなくなったという。中二病かと思ったらヤバい人じゃない。さらにはイタリアには、イタリア吸血鬼協会という組織すら存在しているんだ。マジか。協会は単にゴシック趣味の人ではなく、吸血鬼のような特徴を持った人々が集うんだ。会員数は驚異の2000人オーバーだ。めっちゃ多いじゃない。協会は吸血鬼研究のために米国に協力していて、すでに30年間研究されているんだ。協会に所属している人たちは、映画やテレビで映される吸血鬼とは似ていない。不死ではないし、棺桶で寝ることもなく、ニンニクや聖水を恐れることもないんだ。へぇ。ただ医学的観点からは一般の人々と違い、彼らの体温は34度などと低い。あと太陽光に敏感で、日光に浴びると肌トラブルを起こすなどの特徴もある。このあたりは吸血鬼に似ているわね。他にも骨折後に骨組織の治りが早いというのもある。例えば、ある人は肋骨を4本折り、全治2ヶ月と診断されたが、10日後には完治したんだ。嘘でしょ。これがマジらしい。あとは生活リズムが反転していて、夜中にアクティブになり、昼に寝たくなるとか。それは吸血鬼というよりただの夜行性では？そうなんだが、昔はそんな人が異常だったんだ。こういった感じで、吸血鬼っていうのは少数の人だけが持つ得意体質から来ているのもあるな。例えばアルビノとかは吸血鬼っぽいだろ？なるほど。こういう吸血鬼の考察って民間伝承が元だから、めっちゃ奥深いわね。だな。皆さんも吸血鬼の正体などの考察意見、じゃんじゃんしていってほしいんだぜ。ご視聴ありがとうございました。